今日はこのお花のダリアを作っていきます。とっても綺麗なお花です。では早速作っていきましょう。用意する折り紙は3枚です。まず半分に折ります。開いて反対側も半分に折ります。開いて今度は三角形に半分に折ります。開いてこちら側も三角形に半分に折ります。開いてそれぞれ4つの角を中心に向かって折ります。次はここの縁を外側の縁に合わせて折っていきますが、全部折らないで途中まで、ここについてる折り筋まで折ります。ここの折り筋のところですね、ここまで折ります。反対側の縁も外側の縁に合わせて折りますが、全部折らないでここまで折っておきます。そしたら今の折り目に沿って真ん中の折り目も折るとこのような形になります。4箇所全部同じように折っていきます。はい、4箇所折れました。そうしたら軽く縦と横に山折りの折り目をつけたら、折り目に沿って自然にこのように折りたたむようにします。下の角をこの線まで折り上げます。残り3箇所も同じように折り上げます。
そうしたら半分に折ります。このような形になりました。そうしたら糊を用意します。ここの三角形の部分、ここだけ糊付けをしていきます。くっつけます。開いて残り2箇所も同じように三角形のところだけ糊付けしていきます。はい、このような形が出来上がりました。これで1つが完成です。あと2枚同じものを作っていきます。はい、このように3つのパーツができました。これをさらに糊でつなげていきます。この三角形の部分しっかり糊付けして、もう一つの方も糊付けして、同じ方向に重ねて貼り付けます。こちらもさらにのり付けして、このように3つつなげます。そうしたら残りの三角形の部分も糊をつけます。そしてぐるっと広げるようにして丸くつなげていきます。はい、このように3枚の折り紙がつながってお花の形になってきましたね。この端の部分に指を入れて花びらを広げるようにするとだんだんお花らしくなってきます。そして最後に花びらの先端をつまんで少し外側にカーブをつけましょう。そうするとさらにお花らしさが出てきます。
はい、どうでしょうか。これで完成しました。お花のダリアです。ぜひいろいろな色で作ってみてくださいね。そして今は15センチ四方の折り紙で作りましたが、半分のサイズの折り紙で作るとこのような可愛らしいダリアが出来上がります。可愛い小さいダリア、こちらもぜひみんなチャレンジしてみてください。たくさん作るととっても豪華になりますよ。作ったらぜひコメント欄で教えてくださいね。チャンネル登録もお待ちしています。